と、あ、ストラップを使います。どうぞ。あ、そこもダメです、そこもダメです、はい。どうぞ。さあ、三上選手、最後。さあ、ここのさすがですね、さすが三上、決めてきました。得点90点。車があとは行ったね。さあ、この不安定な車でギリギリに寄せるという。さあ、これは素晴らしい。さあ、これがついそうですね。これが、この後ろの車が、いかに番組を寄せれるかというのをね、今日のものです。さあ、今度は逆です。うまく進めるか、キャンプ選手の選択しました。さあ、見てみたのは、女性からの吉田選手、そして絶景6番、青野太郎と続きます。それでは、シート、10の選手ですね、お願いします。勝野選手、三浦選手、下野勝義選手、加賀選手、今日も吉高選手、高岡選手、谷口選手、準備をお願いします。うん、さあ、今度は川端選手が1つと、川端選手が6秒です。今、20秒、左のコーナーから残り1分、ぐるっと左に立ち上がって、このスケインですね、この白い車、こちらがトップ。すぐ後ろ、ゼッケン2番、北選手。さあ、北選手は、このアドマンシーンを使って、で、優勝しています。スイートバイク優勝した選手が今、現在、ラップで走っております。さあ、ゼッケン3番、こちらスケインの、キスパーティーの方ですね。ゼッケン3番、野間選手。残り時間も30秒。さあ、トップの川端、ベストアップ14秒79をマークしています。おぉ、早い。残り時間20秒ですね、残り時間20秒。さあ、川端、永遠にまず残らないといけない。さあ、永遠に残る、どうして走っているでしょうか、川端。残り10秒。さあ、川端さん、こんなのある早っ。6番ゴール。さあ、川端選手ゴール。6番ゴール。栗山選手は続くスイートボディ、パーゼッケン7953の順です。7953の順。さあ、まだレースは1分を経過したところ、残り時間1分。さあ、小出選手体勢を飛ばす。ベストラップは15秒32秒、残り1分。さあ、今6周目に入った。残り時間55秒。7931の順です。さあ、レースは後半戦。さあ、トップのパーゼッケン7番小出選手は今インフィールドに入ってきました。さあ、今小出、クリアマ、山田までは、もう結果先に戦、今その3体が最終コーナーを立ち上がる。1、2、3位、これがトップ3体。さあ、やはり絶景ショー、2時間になってきました。
さあ、ビニールペーパーを操りましたが、そして4番の車です。さあ、1周目が2周目を追っていきます。まさにそんな形容が、秋浜の素晴らしい走り。さあ、次回これを、スポットカーさん、残り時間40秒、ベストラップは14秒18を回っていきます。さあ、2番手には宇野が上がってきます。宇野、林、松島の時間。さあ、残り時間3秒2秒1秒ここでタイムアップ5番ゴー5番ゴー後ここでゴーです2番ゴー6番ゴー7番ゴー3番ゴー全車ゴールです。トップ5、トップゴールは西川真選手。